アメリカ海兵隊の M198-155mm 榴弾砲の砲撃砲撃先の測定を行う陸上自衛艦砲撃は砲による攻撃であり、砲と名のつくものの攻撃はすべて砲撃と形容し得る。単に砲撃というと榴弾砲や迫撃砲による長距離攻撃を指すことが多い。ロケット弾や地対地ミサイルは厳密には砲ではないものの、 類似性から同一視されることがある。法に類似し、法と同様の効果をもたらした最初期の兵器は、工場兵器や海戦に投入された兵器であった。古くは、投石器外し、いわ、可燃物の充填された投射物を投擲し、遮蔽物を超えて目標へ命中させるか、遮蔽物へ直撃させて、これを破壊した。 火薬の発明後は前装式の大砲が城塞などに対して砲撃を加えた。その後、砲撃は砲の性能向上や砲弾の性能向上によって威力を増していった。しかし、最初期の砲弾は策略が詰められていない実体弾、または実体弾の集合物を飛ばすだけで、炸裂による爆風の射入、広範囲の小威効果。 生成破片の投射などは期待できず直撃した目標しか破壊できなかった。そのため不評の集団に対しては限定的な効果しか持たなかった。不評に対する砲撃として効果のある武道弾や三弾が開発されたものの、これらの魂は精度、射程の問題から至近距離でしか使用できなかった。19世紀頃までの大砲は最前線に近い場所に展開し、 目視で砲撃を行っていた。第一次世界大戦頃まで日本は様々な発明により進化した。精錬技術の進化、砲画の軽量化、砲身の強化、ライフリングの登場、誤装化、中隊副雑の装備、金属薬莢の発明、無縁薬の登場である。砲は長距離射撃の技術と運用法が確立され、砲撃による死傷者が急増し始めた。 流産弾の発明によって、広範囲に破片を撒き散らし、多くの人間を殺傷できるようになった。また、電信の発明により、砲から目視できない距離でも、戦線からの情報をもとに長距離砲撃を行う、ことが可能になった。これは、全身観測兵が敵前線の様子を観察し、後方に配置された味方砲兵陣地からの砲撃と着弾を観測して、 方位と誤差を報告、砲兵部隊はこのデータをもとに修正を行い、効力者を得るものである。榴弾による長距離砲撃は現代でも最も基本的な砲撃と言える。現代の砲兵は榴弾を次元侵化や近接侵化によって空中炸裂させる鋭化射撃を行い、生成破片を広範囲に投射し、広く地上の飛走攻目標を攻撃することができる。ありがとうございます。